タルイ式アクセント。タルイ式アクセントは、近畿地方周辺部や福井県の一部、富山県などに分布する日本語のアクセントの総称。服部ト郎が岐阜県タルイ町で発見し、このように命名した。ただ、タルイ式という名称は、十分に定着したものではなく、学者によって異なる故障が使われることがある。近大地春彦は、京阪式アクセント。 違う方向に変化しているや、型の区別のいい、軽半式アクセントと呼んでおり、軽半式アクセントの変種として扱っている。東京式アクセントは、音の下がり目の位置を弁別する体系を持っている。例えば、命がは、命が、言葉がは、言葉が、形がは、形がである、高い白を太字で示すが、 これらは、下がり目のみが固定されており、五頭の工程は固定されていない。例えば、これらの語の前に、このをつけると、この命が、この言葉が、この形がのようになる。下がり目をで表すと、後が、ことがと解釈され、形がは下がり目がない。一方、軽半式アクセントでは、音の下がり目の位置に加え、五頭の工程も弁別する。例えば、形がは、 形がうさぎ川、うさぎがは、うさぎが、で、後頭の皇帝が固定されている。近畿地方周辺部などには、東京式と同じように下がり目の位置のみを弁別する体型でありながら、各語位の下がり目の位置そのものは、京半式と似たようになる体型のアクセントがある。これを、たるい式アクセントと呼び、京半式の領域と東京式の領域の接する地域に分布している。例えば、 たる意識である、兵庫県阿公市のアクセントでは、歌川、歌が、雨川、雨がまたは、雨が、枝川、枝がまたは、枝が、で、京半式の、歌が、雨が、枝がと、下がり目の位置が一致する。しかし五島は、高でも、低でもよく、五島の高低は弁別されない。阿公市のこれらの語のアクセントは、だが、あが、枝が、下がり目なしと解釈される。 タル意識アクセントの成立をめぐっては、もともと、軽半式アクセントだったものが、五等が高いもの、高期式と低いもの、低期式の区別を失ってできたとする説が有力である。例えば、軽半式で、高高高と発音する、枝が、雨が、などと、軽半式で、低抵抗と発音する、何が、松が、などが、タル意識ではどちらも、た高高高、一部で、 低高校になっていることその根拠である。樽ル意識は、ほとんどが、京阪式と東京式の領域に挟まれて分布しており、東京式の影響によって、高期式、低期式の区別が失われたと考えられる、奥村光雄の説。一方、もともと、東京式だったものが、京阪式と接触して、樽ル意識アクセントを生んだとする説、山口幸宏もある。 東京式アクセントの地域へ、樽井式アクセントが拡大した例もある。かつて、兵庫県阿佐市山口地区、岩津を除くは、東京式アクセントであったが、大正時代に、万丹鉄道、現、JR 万丹線が開業してき、兵庫県張間地方から商人たちが北上し、アクセントは、樽井式へと変化した。樽井式アクセントとされるのは、以下の地域のアクセントである。 タルイ式アクセントでは、音の下がり目があるかないか、あれば、どこにあるかが弁別される。そのため、一拍子のアクセントの方、パターンは二種類、二拍子のアクセントの方は二種類、または三種類である。ただし、全体的に、タルイ式アクセントの地域では、個人差、地域差が激しく、同じ地域に異なるアクセントを持つ人が共存する場合もある。また、 女子のつかない場合と女子のつく場合とで、下がり目が異なることがある。石を、石、石が、など。下がり目の直前の白を、アクセント角といい、以下ではで表す。実際の発音は、2段階で表記すれば、丸は、とがやとが、とが、はひが、ひが、丸は、あめがや、あめが、あめがなどのようになる。右の表は、名詞の各類の所属語異例と、 企画のために示した京阪式、京都市、高知市など及び内林東京式、名古屋市などのアクセントの型である。京阪式で H は高気式、五島が高い、L は低期式、五島が低いを表す。一泊名詞では、富山県、福井県大野、勝山、鶴河、京都府中丹、兵庫県張間西部などで、一類と三類が丸型、二類が型となる。 これは、下がり目の有無が、京阪式と一致する。一方、岐阜県南西部などでは、一類が丸型、2.3類が型で、これは、内和東京式と同じアクセントである。二拍名市では、兵庫県辰野市、愛生市、赤市、大市町、上郷里町、和歌山県新宮市、旧本宮町、岐阜県南西部の一部などで、1.4類が型、2.3類が、 丸型、五類が丸型となっている。これは、幾田さなえが C 型アクセントと呼んだもので、下がり目の位置が、京阪式と同じである。福井県大野市、勝山市、岐阜県樽井町、京都府福知山市、兵庫県浅野市幾野町、丹波市などでは、1.4類が型、2.35類が丸型になっており、B 型アクセントと呼ばれる。また、 岐阜県大垣市の一部、奈良県天川村、兵庫県朝子市朝子町などでは、一類が型、2.3、4.5類が丸型となっており、A 型アクセントと呼ばれる。富山県では、B 型アクセントから、二拍目の母音が公母音、A、E、大か凶母音、I、U かによって変化したアクセントになっている。この C と B の中間、五類が丸型と、 丸型の平村、B と A の中間、4類が型と、丸型の平村などの地域もある。東京式アクセントでは、動詞、形容詞は1類が平板型、2類が起伏型、2拍は、3拍はになるのが標準だが、京阪式では、京阪神を中心とした地域で区別がなくなってきてる。軽い式アクセントでも、これらの類の区別がある場合とない場合があり、 下がり目の位置は、東京式と同じ場合や、京阪式と同じ場合がある。動詞では、一類と二類の区別のある地域では、東京式と全く同じように、一類が、平板型、二類が、起伏型、になる地域がある。一方、三白動詞の二類が型になる地域もある。京都では、H、または、L だが、古い京阪式アクセントを保存している。田辺市、高知市などでは、 えいである。区別がない場合、に拍動詞では、すべて型になる地域が多く、三拍動詞では、すべて型になる地域と、すべて型になる地域がある。形容詞では、一類と二類の区別のない地域が多く、名古屋などと同じく、になったり、京都などと同じく、になる地域がある。一方、一部の地域では、東京などと同じく三拍一類を型、二類をとしたり、田辺、 コーチなどと同じく一類を型、二類をとして区別する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。